はい、ファスティングマスターのやすしです。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日のテーマはじゃじゃん、オーガニックでいいの？それより重要なことっていうのがあります。オーガニックっていろんな商品があるんですけども、本当にオーガニックでいいのかっていうのを今日は深掘りしてお伝えしていきたいと思います。はい。で、オーガニックはすごいいいじゃないですかね、自然で。でも今オーガニック増えてるんですけど、外国産が多いんですよ。外国産のオーガニックが増えてます。で、外国産って外国でのやつなのでね、日本に持ってくるのってすごい費用とかさ、手間も期間もかかりますよね。で、普通に運んでると腐っちゃいますませんかね、腐っちゃうと思うんですよ。そのために何をするかって言ったら農薬なんです。農薬ポストハーベストっていうのを使ってます。あとは添加物とかも使ってるんですけど、まずは今日は農薬の方の話をしていきます。で、バナナとかさ、果物とか、まあバナナとか果物とかそういうの全部外国産だったとしたら、なんとか産でアメリカ産、なんだろう、メキシコ産とか結構遠いですよね。はい。やっぱ輸入するってことはそれだけのリスクがあります。リスクで普通にしたら値段高くなると思いますが、バカ高いと思うんだけど、そんなバカ安いですよね、反対にね。そうするとやっぱね、ポストハーベストって言って農薬をいっぱい使ってます。それを日本で販売してるので、まあ、正直体に毒かなと思います。はい。なんでオーガニックすごい惹かれます。でもここの生産地だけ見てほしいです。生産地だけ、外国産なのか国産かっていうのを見てほしくて、まずは国産を選んでください。国産、はい、オーガニックで国産っていうのを選んでください。はい。やはりね、外国産っていうのも海外のものなので、日本人の体に、ね、合ってない時もあるんですね。合わない場合がありますので、まあ、国産、日本っていうのは日本四季がありますよね。で、あったかさ、あったかい国、あったかい県とか地方とかありますけども、そこに適した食べ物が揃ってますので、はい、わざわざ外国からで取れたものが美味しいからといって、それが体にいいっていうことじゃないと思うんですよ。なので、国産、日本人に合った食べ物を食べてほしいと思いますので、オーガニックでも国産っていうのを選んでほしいと思います。はい、ちょっと熱くなりますけども、以上になります。はい、で、私の動画、まだね、YouTube 登録がお済みでない方は、ぜひここに顔があると思いますので、そこの顔をクリックしていただいて、登録の方をお願いいたします。毎日、会員校情報を配信していきますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。